尾崎慶義尾崎慶義7月2日1965年9月19日は日本の実業家、政治家、衆議院議員。愛媛県温泉郡松山で愛媛県士族、尾崎義正の長男として生まれた。年少の頃は文学者を志していた。愛媛県人情中学校を経て、1902年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。 さらに、同大学院で経済学、財政学を研究した。寛解を志望していたが、実業界に転じた。三井銀行に入校し、調査課長、部長を歴任。中日実業を設立の際に、三井銀行から出向して、専務取締役に就任。その他、中日銀行取締役、東洋拓職理事、朝鮮鉄道幹事を務めた。 1917年4月の第13回衆議院議員総選挙に松山の実業界の応援を受けて松山支部選挙区から出馬し中立の立場であったが立憲政友会からの支援も受けて当選した。次の第14回総選挙では多くの支援を受けて当選が予想されたが押川正義に敗れて落選し成功クラブに所属して衆議院議員を一期務めた。 その後実業界に復帰し、北九州炭鉱取締役社長、東日本地炭工業取締役社長、北海道鉄鉱取締役会長、熱海国際観光取締役会長などを歴任。その他、東洋協会理事、朝鮮協会理事、国際文化建設協会長などを務めた。ありがとうございます。